さん、こんばんこばは今日も真っ暗な怪しげな場所からお送りしているボギーチャンネル、えー、5月29日号、えー、私担当の、えー、日本の心参議院比例第4支部支部長のボギーテトコンでございますいやいや昨日は大変ご心配おかけしました昨日ちょっとね、あのー、非常に熱っぽくて、はい、ですごい 気温が低く感じたんですよね、まあ、外にいてちょっとガクガクブルブルするような状態でございまして、まあ、あれから戻りまして、えー、布団にくるまって、はい、あの猫のように眠ったら今日の朝は元気になっております、まあ、今日私が元気かどうかというのは、えー、先ほど放送が終了しました、えー、チャンネルさくら沖縄の声ですね、まあ、沖縄の声の えー、はい。今週の沖縄サイクを見ていただければ、はい。もう分かったかと思います。ベルさん、どうも。ニラ、ありがとうございます。はい。えー、それから、あのー、マナブさん、ニラ、ありがとうございます。ニラでございます。ニラです。皆さん、誤解なきよ、ニラでございます。我々の間では、ニラでございます。決してお金もらってるなんて言わないですよ。ニラもらってるんですからね、彼らは。まあ、今日は、あのー、今週の沖縄サイク。 で、思いっきし、なんか外来種のハブの話から始まりまして、結局は、そうですね、まあ、地元の思えたかけ離れた、いわゆる <laughs> とんでもない人たちの、はい、ことをバンバンやりました。あ、どうも、コレキオさん、それからカルガモさん、ニラありがとうございます。はい、それと、はい、えー、あと、<coughs> ミキさんからもニラいただいて、そして他の方々がどんどんお茶まで届きました本当嬉しいし第い。あ、コーツさんもニラ、あ、ニラ、ニラ。コーツさん、ダブルのニラありがとうございます。にゃんちゅうさん、ニラありがとうございます。ニラですよ、皆さん。ニラですから、ニラ。ニラですよ。今日私、こういう非常に怪しい雰囲気の中でお送りしてますけど、決して幽霊話をするわけではございません。 はい、それからシルバーさん、ニラありがとうございます。ミサチニアさん、ニラ、ニヤリということでございまして、シラスワカメさん、早速、ニラ茶をいただきました。はい、えー、ミノルさんからもニラ、ゴルフはボギーペースさん、ニラありがとうございます。今夜も本当に皆さん、突然始まった、えー、番組、KSL ライブさん、どうもニラありがとうございます。<laughs> はい、ホルスタインさんどうもこんばんは、でございます。でもね、あの、ガラマサコさんがちょっと連絡来てたんですけど、本当に両日、まあ、いろんな方々がお手伝いしてくれた本当に、はい、あの、嬉しかったっていうことでメッセージ来ていました。はい、あの、イージスの皆さんによろしくお伝えくださいっていうことで、本当に皆さん改めましてありがとうございます。しかし、昨日と全くテンションが違いますね。絶好調。いやー、今日の、 チャンネル桜で思いっきりドカーンと喋ってたんですけどね、はい、いい調子で、まあ、ネタもいくらでも、まあ、あるっていうことなんですけど、淳、は、君、い、見てるはラプター335さん、どうもこんばんは、こでございます。風のやつさんもお見えです。それから月を01、日本第一党さん、どうもいらっしゃいませ。いつもあったかいお茶ありがとうございます。中村さんからもお茶です。それから黒海軍交渉さんからニラ、ニラでございます。ニラ。 そうですね。小人おじさんひどいですね。中佐。これガンガン待ってやる、やるしかない。はい。あの、皆さん本当に体調心配されてます。新満さん、ありがとうございます。はい。すごいいい調子ですよ。はい。今日も、こういう真っ暗の中で顔だけ、あの、浮かび出ておりますけど。<laughs> 南大阪の田舎門さん、お風呂からですね。それから、MR130RI さん、どうもお茶ありがとうございます。もちろん、ニラ茶でございますね。はい。 それから、しげるちゃん、アットマーク、春の NHK 訪問キャンペーンさん、どうもこんばんは、ここでございます。はい。もうお茶がどん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 来ておりまして、もう飲みきれないぐらいのお茶でございます。まあ、今日の桜でもかなり私、ガンガン行っちゃったんですけどね。最近特に、この反対派の方々の違法行為がエスカレートしてる気がして、なりません。はい。お、何ですかこれ、しらすわかめさん。 基地反対、反基地活動ダンプ止め業者激と。業者さんの正論が素晴らしいということで。ホルスタインさん痩せてますか気のせいだと思いますよ、今日。はい。もっともっと痩せます。いや、激痩せ。約3キロ痩せましたね。この1週間、ちょっとで3キロ。まあ3キロっていうと本当に私にとってはスズメの涙のようなもんでございまして。まあできれば。 そうですね。まあ、女の子で58キロぐらいある女の子が3キロ痩せるとなるとかなり大きいかもしれませんけど、まあ、私ごときが3キロ痩せただけでは全く、はい、焼け石に水でございます。まあ、この調子で頑張りますし、今日は桜のスタジオでお菓子一つも私つまんでません。飴玉一つ舐めましたけど、喉 <laughs> 飴舐め,舐めましたけどね、その後は大丈夫でございます。まあ、さてこの山城弘治。 容疑者が逮捕されて、まあ、一線から退いた後から、えー、いわゆるこの沖縄の反基地運動というのはどん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 ん激化しております、つまり今まで、えー、この山城が抑えていた部分が全くなくなってしまった、つまり各、まあ、活動家がですねいわゆる独自にどん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 ん動き始めた節があるんですよね、でこれは私はですねやはり前にもお話しましたけど、 辺野古基金がやはり絡んでると思いますつまり目立てば目立つほど、えー、この辺野古基金の脇前に、分け前に預かれるんじゃないかっていうそういった考えを持ってる人が中にはいるんだと思うんですよね。まあ最近特にこの左の人たちはよく寒波、支援をお願いしますっていう言葉バン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 発信してますけど、つまり 持ってる人は持ってる。しかし持ってない人は持ってないんですよ。ですから持ってない側としては、できるだけ目立つような活動、センセーショナルな、やはり放送をすることによって支持を得ると。はい。共感を得る。そして、やはりこの辺野古基金の、幹部の方々に、まあ、ね、いいように、いいようにやっぱ思われてしまえば、 よく頑張ってるなということでご褒美としていろいろ支援をいただけるということにもなるんじゃないかと思っています、まあ、このようにですね全国の方々から、まあ、この沖縄を守ろうと自然を守ろうということで集められた善意がこのようにいわゆる違法活動に活用されているというのは私、いかがなもんかと思ってもいるんですけどね、そうでしげるちゃん、支援する人たち分かんない。 ですよ。ね。サンゴを守れ、ジュゴンを守れって言うと、ジュゴンかわいそう、サンゴかわいそう、はい。海を守ってって言ってから、お金を送ってくるんだ。そう、カータンさん、お金狙いの分裂。まあ、辺野古のね、海側のテントが分裂したのもそれですよ。お金狙いと女性問題で分裂したっていうことをね、私、聞き及んでいますけど、まあ、彼らだってね、いろんな連中の寄せ集めですから、やはり、えー 上から強烈に押さえつけるものがいなくなれば、そ,れそこはかとなくやはり分裂気味になる、まあ、最近のつぶ、えー、やき太郎さん、なんかその典型ですよね、つぶやき太郎さん、はいあのー、いわゆるネットのテレビ、はい、向こうですね、有名なところを、IWJ さんを批判して、思いっきり仲間割れしてしまったということでございまして。 うん、そうなんですよね、今、榎、えー、本さんがトトロの森にいた売り上げのいくらかは危機に流れてしまいます、その通りでございます。はい、いやもう本当にでも、この山城弘治のリーダーシップっていうのはすごかったんだなと、今さら私、思ったりもするんですけど、結局は彼が、えー、力が弱まると、このように、えー、いろんなところから竹の子のように出てきて、それがどんどん先鋭化してしまうということでございます。 あのりぞうさんにらありがとうございます、まあ、結果的に今辺野古の方非常に大変なことになっていますよねもうすでに国の方はこの沖縄県が何と言おうととにかく工事は進めると毅然とした態度で今挑んでおりますところがそのね態度と裏腹に現場への対応っていうのが非常にあのおかしな対応になってるんですよね 活動家の連中なんですけど、今まさにゲリラ化しています。なんと今回現れたのは、国神村。国神村ですよ、皆さん。あの、那覇から車で約、えー、2時間ぐらいかかるところにまで彼らは出没しました。そしてゲリラのように待ち伏せをしてですね、えー、そこをね、通るトラックを、えー、携帯電話や無線機で連絡を取り合って、その直前に飛び出し、 まあ止めてしまった、まあ、これも数十分、ね、警察官が駆けつけるまでそのまんま、えー、止められたまんまになっちゃったんですよはいこれまさにゲリラです彼らはどこで現れるかわからないんですよ、ね、あの前の大東亜戦争の中国大陸での、えー、我が皇軍の戦いと一緒で長いやはりこのね戦線を すべて兵士を配置することできなかったんですよね。それと同じように沖縄にいる警察官の数ってのは限られてる。ですからすべての道に警察官を配置できない。彼らはそれを熟知していて、まあ、警察官のいないところでトラックが通るところ、そこに待ち伏せをして飛び出るわけです。で、実は私の友人から先ほど連絡が入ったんですけど、もうすでにこの採石場のところに 活動家がですよ、ね。待ち伏せしてるそうです。見張りがね。つまり見張りが待ち伏せをしていて、それも会社の構内に入り込んでたって言うんですよ。むちゃくちゃじゃないですか。最高太田さんどうも、ちりびらありがとうございます。構内に入り込んでいたって言うんですよね。で、注意して追い出したって言うんですけど、つまり彼らはこうして、もう採石場の中から、リアルタイムで、 えー、何時に出ました何台ですどこに向かってますそういったのを、えー、コーストウォッチャーのごとくあちらこちらに見張りを置いてですね、やっています。これってね、あ、かのたんさん、あの、大徹さん、にありがとうございます。これって皆さん、組織的犯罪ですよね。組織的犯罪。そうですよね。組織的犯罪です。一人一人個人の動きでこんなことできますできないですよ。 完全に組織的犯罪だと私は思っていますですからあの法律がね彼らにとっていかにやっぱり都合が悪いのかっていうことなんですよただこのまんまでは業者の方々があまりにも哀れすぎますだってね国の仕事を受けて現場に石を運ぶだけ石を運ぶだけですよ本来であればね2度3度運べるんですよ運べば運ぶほど 売り上げになるんですよ。一杯いくらとね。はい、アンモンドさんどうもニラありがとうございます。皆さんもトラックの,、はい、あの仕組み分かると思うんですけど、一杯いくらで払われます。一、はい、日いくらじゃないです一杯いくらなんですよ。だから採石を一回運ぶ。一回分ですよ、これ。それがね、一回分運ぶのになんと、今日聞いた話では採石場を出てですね、もう完全にこの 会社に戻るまで16時間かかるって言うんですよ。16時間。16時間ですよ。16時間で仕事1回分のね手当しか出ないと。おけらさんどうもニラありがとうございます。16時間ですよ、皆さん。16時間あったら4回、5回運べますよ。運べば運ぶほどねトラックの運転手さんって給料高いんですよ。しかしね、このいわゆる半吉派っていうのはこうして、 自分たちの欲望のために、こうした業者さんの仕事を奪ってる。生活をね、破壊してるんですよ。それについて辺野古基金が保証するかって一切しない。ね。警察もごてごて。だってどこで現れるかわかんない。それに、パトカーをね、1台2台つけてたところで無理です。正直言って無理。一人の活動家を抑えるのに、3名の警察官が必要です。はい。 活動家を、ね、制圧するには最低3人必要なんですよ。となると、パトカーに乗ったとしてもせいぜい5名ですよね。となると、10名、20名のゲリラが現れた場合、もう対応ができない。ね、ここで、トラックが無理やりに行こうとすると、目の前に飛び出して、また足を引かれたとかね,ね、手を引かれた、ぶつけられた,とっ,てれれたって言って、お前りさん、人身事故だ引かれたって言って、また、今度は警察を頼りにするわけですよ。本当にクズ。 普段はね、警察のことを散々にこき下ろしておきながら、自分たちが当たりやようなことをやったら、今度警察を頼りにしてやるんですよ、この連中は。これをね、永遠に一っは続けてる。だから業者の方々、本当に私、かわいそうだと思いますよ。ね。まあ、生活かかってるから、やるしかないんですよ。でも、こうして毎日毎日ね、妨害されて、彼らに嫌がらせを受けて、 本当にもうどうなるんですかね。はい。今、榎本さんから民間の警備会社の管轄っていうんですけど、民間の警備会社は、あの、手出しできない。辺野古を見ててわかるように、何にもできない。今、国会軍交省さんから威力業務妨害の話が来ました。はい。これ、威力業務妨害なんですよ。本来であれば、ね、業者が、ね、連名で、あの何月何日このように妨害を受けましたと。 で相手はね別に分かってなくてもいい、操作すれば分かることですから、そうです、三木さん、民事でバンバン訴える、当然です、ね、訴えるべきなんですよ、ところが、訴えようとしたら、なんと防衛局の方からストップかけられたって言うんですよね、防衛局、つまり防衛局側としては、こういったのがね裁判沙汰になって、彼らを刺激してはまずいっていう、いわゆる 大人なかれ主義、はい、忖度っていうんですかそういったのがやっぱり働いてしまってますで結局は大ごとにしたくないですよそして結局は負担は業者に来る業者と警察官にいやもう本当にでたらめすぎる、まあ、こういったことがまかり通ってるって私本当にね今日いろんな方々現場の人たちから話を聞いてすごいやっぱ思ったやはりねもうこれはね 平和運動でもね、反基地活動でも表現の自由でもありません。もう完全にこれは、ね、山賊。沖縄の方言でフェーレーです。山賊によるね、テロ行為ですよ。ね。こうして、業者の生活を奪い、そして辺野古のね、あの、滑走建設を止めることによって、この人たちがいつも言ってる世界一危険な飛行場って言っておきながら、その移設をね、一番 妨害ししててのこの人たちなんんですよ矛盾してませんか、ね、世界一危険だ、世界一危険だって自分たちが言っておきながら、その移設をなんで邪魔するのかっていうことです。つまり、彼らは移設をね、させたくないんですよ。そこに基地が永遠にあってほしいんですよ。なぜか。まあ、これ私の推測なんですけど、まあ、基地があることによって彼らは利益を得る人たちがいます。つまり、 基地反対を訴えることで議席を取る政治家、そして何よりも、彼らが一番狙っていることは、基地をですね、今、この移設を阻止して固定化することによって、普天間基地で将来、大きな人命に関わるような事故が起きたときに、それ見たことかということで、また正義面をして、ね、正義面をして、正義の旗を掲げるつもりなんですよ。俺たちの言った通りだろうって言って。 そして、県民の支持を得る。そして、この沖縄の権力になることが彼らの目的。今日はね、あの、例の陰講の話でも言いましたけど、沖縄の、いわゆる女性団体、人権団体っていうのは、米軍が加害者、米軍とか米軍のね、軍属の方が加害者でない限り、何も騒ぎません。記者会見も開かない。県民大会も開かない。ね、学校の先生が、教頭先生が、 ね、警察官が、そして名護市役所の職員が、ね、18歳未満の女の子にお金を渡して、いかがわしい行為、ね、やっても、何の問題にもしない、つまり彼らにとっては、人権とか女性の尊厳っていうのは、ね、道具なんですよ。自分たちが反米活動するための道具、これも一緒です、基地もね。彼らは反対反対、移設阻止だって言ってる。結局これも 基地をそのままにしておきたいがためにやってる道具なんですよ。ジュゴンも、海も、サンゴも、ね、ウミガメも、全部そうです。彼らにとって自分たちの薄汚い欲望を達成するための道具としてしか、まあ、使ってないということでございます。まあ、その結果、えー、工事の方は延々と遅れてしまいまして、まあ、本当にいつできるのか分かんないような状況になってますよね。 まあこういった活動家の方々の、ね、道路の妨害、まあ、高江でもあんだけの妨害活動が出て、すごい工事の進捗が遅れました。で今回、国頭村から辺野古に石材を運ぶとなると、もっと大掛かりです。もっと。石材だからヘリで運べませんよ。じゃあ、国頭村に港を作って、そこから船で運ぶ。 そうすると今度会場でね、彼らは船をね、横付けしてシーシェパードのように組織行動をすると思いますよ。何をやってもやります、彼らは。ね。逮捕しない限り。だからこのように、彼らがこんなしても反応した原因っていうのは、やはり、些細な頃からどんどんやっぱり摘発していかなかった警察と、毅然とした態度を取らずに、彼らにおもね、忖度するやっぱり防衛局の態度だと私は思ってるんですよ。 防衛局員の中にもやっぱり思ってるのいますよ、これじゃままじゃいかんっていうのが、いますよ、いるけど、上がどうもね、おかしな人たちがいる、問題にするな、大ごとにするなと、結果的に涙を飲んでるの現場の業者さんばっかりなんですよ、ね、業者、これでいいんですか、活動家のね、本当、思うがままにさせて放置国家として、これ、沖縄はもう法治国家じゃないですよ、ね。 放置は放置でも、放置プレイの放置ですよ。こんなことをね、そのままにしてるってのは、私は絶対理解できないし、このままにしておくつもりもない。今日は、桜のコメント見てると、ね、もう沖縄はダメだから、沖縄から星は出てった方がいいとか、テレコンさんも沖縄を捨てて外に出た方がいいっていうコメントがあった。馬鹿にするんじゃないですよ。ね。今俺たちがここを離れたら、誰がこっち守るんですか誰が沖縄を取り返すんですか ああいった人たちはいわゆる、ね、あのー、五毛党の方々。はい。五毛党です。日本にもいるんでしょう、五毛党っていうのが。ね。そういった方々がああいうことを書いてね、我々のその意志をくじこうとする。だってね、この沖縄1945年にあれだけの戦いの中で守られた島ですよ。ね。独行期も来た、ヤマトも来た。ね。命がけで、 死でね、この地をあの守ろうとした人たちがいっぱいいたんですよ。それをね、簡単にテドコンさん出たらとか、沖縄もうダメだ、保守は沖縄から出てった方がいい、とんでもない。ね、何が何でも死守しますよ、私は。沖縄で生まれた、私はこっちで育った、こっちでね、生きていって、こっちで多分死んでいくと思いますよ。だからこそこの沖縄を守らないといけない、それに私は沖縄の価値っていうのを十分知ってます。 日本にとってこの沖縄っていうのは生命線なんですよ。将来のね。当然、シーレーン、そして海洋資源、はい、そして国防についても沖縄本当に戦略上重要なところです。そこを簡単にね、もう捨てていったらと、とんでもありません、ね。こういった偽善者たちの声に私は耳を傾けるつもりもこれっぽっちもない。そして今日ね、こうして来ている方々も、 私と一緒になって戦っていただいている皆さんばっかりですよ、ね、沖縄戦の時に遠く、鹿屋や熊本から日の丸しって飛んできた飛行機と皆さん一緒なんですよ、沖縄をこのまま見捨てておけないと、だから俺たちにできることで沖縄を守るんだっていう人たちがこうして集まってくれている、まあ、そういった思いはね私は別に右だけじゃなくて左にもあっていいと思う。ね 左の中にもやっぱり沖縄は大事なところだと思っている人たちいると思いますよ。だったら声を上げてくださいよ。ね全体主義の中で声をね潜めていれば、それこそまさにファシスト、ね、ファシズムに負けたことになるんじゃないですか、いつか来た道を自分たちでたどってることに私はなると思っています。はい いや、本当に今日もガン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 エセ保守そうですね。愛を知る人さん。いや、あ,あいう人たち、ご盲党なんですよ。ご盲党。中国のご盲党と一緒です。はい。わざとね、あの、心のないことを書いて、我々の心をね、掻き目指そうとする人たちがやっぱりいるんですよね。はい。アすりかいネットさん、どうも、こんばんは、ここでございます。はい、ということで、まあ今日はちょっとね、あの、桜で資料を使いすぎまして、<laughs> もう持ってないんですけど、いや、 ガラーパパは保守に問題があると。まあ、確かに問題はないとは言えない。しかしね、我々は完璧じゃないんですよ、ね。完璧なことなんてどこにもない。だからこそみんなで力を合わせて一歩一歩ね、彼らの、ね、この大きな包みを崩していくしかないんですよ。今、ようやく穴が開いたばっかり。 沖縄の全体主義に穴が開いたばっかりなんです。そこをね、どん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 ん穴を広げて、最後はこの沖縄の、ね、全体主義という大きなダムを突き崩していく、まあ、そのためにはやっぱり皆さんの力が必要です、今後もね、あのぜひ、こういったキャスやそれからガ賀マスコさんの活動等にも協力していただいて、どん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 んこの沖縄を変えていく、それにね、えー、尽力していただきたいなと思っております。 はいいととうことで今日もちょっとねあの早く終わりますけど、今日は今日でまたねあのちょっとこれからまた、はい、ミーティングがありますんで、えー、失礼しますけど、明日からまた通常通り9時からの、えー、放送とさせていただきます。明日は9時からのツイ、えー、キャスに加えまして10時からは、えー、冒険格闘家平原師範のギャンギャンナイト で、また、ガンガン行きますんで、皆さん、楽しみにしててくださいね。あ、やっとこたいさん、どうも、えー、ニラ、ありがとうございます。合言葉は、ニラ。はい。はい。<laughs> ピッピキピーもありますけど、なんか、うちの番組、すごい合言葉がいっぱいです。はい。ということで、今日の放送、こうやって終了させていただきます。